えー、ではここで、えー、得テーマとしてはラストになります、えー、東北大学大学院吉岡俊明教授より、えー、最後のテーマテーマ4代替素材やリサイクルシステムと題しましてご講演いただきます。 はいいでございます、えー、と回収とかですね、えー、あるいはリサイクルのシステムということのカテゴリーの中で、えー、とお話をさせていただきますが、えー、と特に今回はあのリサイクルというところに少し焦点を当てたお話にさせていただきたいというふうに思っております。であの今山本先生から いくつかのバトンをもう渡されちゃったので、どっかでそれについてお答えしないといけないかなと思います。あの、ちょっと今日講演の中に入れてなかった部分もバトンが来たもんですから、ちょっとそこも含めてですね。お話をさせていただきたいと、あの話の中に入れ込んでいきたいというふうに思います。あのこれ、先ほど藤原先生の方からもご説明いただいた図になりますが、あのまあ今までプラスチックの資源循環リサイクルというような動きが。 あ随分と制度設計もなされながらあったということなんですが基本的にはあらすごい勢いでずれましたねあらあそうですねあの基本的にはあのおプラスチック製品を作ったユーザー側と それとあのそれを使った消費者側のところでどういうふうにリサイクルをしていきましょうかというようなところにかなりフォーカスされていたというふうに私自身は思っております。で、まあ、今サキュラエコノミーあるいはカーボンニュートラルという言葉が随分と出てきておりますがまあ,あの、まあ、カーボンニュートラルっていうと二酸化炭素までしてとかですねそういう話になって場合によってはあのダイレクトエアキャプチャーみたいに大気中の CO2 を吸収して。 でそれを化学原料に転換ししし、ていいきまままょうというとところまでありますしもうちょっと先まで言うとですね、えー、とまあ大気中に出てきた二酸化炭素は植物が吸ってですねそれで成長になっていくのでそれであのカーボンニュートラルというような言い方もあるんですが、まあ、そんなあの長い時間をかけての話ではおそらくもう世の中ついていけないというかもう待ってられない状況になっていると。そうした時にやはりあのカーボンの原料を、 まあ石炭というのもそれかもしれませんけれどもる化石資源を使って何かしらの原料にして、まあ、我々いろんな形でそれを使っていると。ということであれば産業界の中できちんとこう戻していくその際にはそのじ、まあ、上流という言い方になると思いますけれども石油産業であったり石油化学産業であったり。 こういうところがどういう,ふうにこの炭素循環のところに絡んでいくのかというところが大事なんだろうというふうにあの私自身は思っているところであります。まああの今あのバイオマスというようなことの資源の有効性も含めて、まあ CO2 の問題ということも含めまして、あのバイオマス資源を使っていきましょうというような話も出てきております。もちろんそれは非常に大事なことでありますが、まあこういったような 化石資源の使用量を減らしつつ炭素循環性のですね短いスパンでの可能性があるバイオマスというのを使って原料に持っていくでこの中でのちゃんとしたリサイクルと資源循環を考えていくということが一つ大事なんだろうとでこの中で、まあ、日本特有の言い方ですけどもこちら側の方で処理する側 ダス側でいうそちら側の処理するじ静脈産業とあと物を作るところの動脈産業という言い方がありますがあのこういうところでの連携というのが本当の意味で必要になってくるであろうと当然それぞれのセクターから海洋に流出する分というのをどれだけ抑えていくのかと いうところについては、えっ、ー、と消却施設藤原先生なんかこの辺やっておりますけれども、この辺をどういうふうに抑制していくのかあるいはあ抑制できるのかというところの議論が必要なんだろうということでございます。であの今日この後話す予定がなかったんですが山本先生から振られたのでですね、ちょっと少しあのバイオマスの観点のところからちょっとご説明させていただきたいと思いますが、今そのバイオマス資源を使ってプラスティックを 変えていくということに対してはさまざまな取り組みがなされておりますで、えー、一つはあのバイオ素材を使って従来のプラスチックと同じものを作っていくというようないわゆるバイオマススプラこれとですねあのバイオプラスチックというカテゴリーには入っているんですが生分解性のプラスチックというのがあると。 でこの2つをです、ね、どういうふうに考えていくんですかというのがあのあのかなり重要なところだろうというふうに思っております。でまあ,あのプラスチックバイオ系のプラスチックの導入ロードマップというのがあるんですがそこにはですね明確にそれぞれの位置づけというのがあの出ております。 と言いますのは、例えば生分解性のプラスチック、まあ、本当に、あのー、環境中で分解するのかどうかっていうのは、まあ、微生物がない限りいない限りですね分解しないことは間違いないので普段使っていく分においてはまず分解しないということはまず理解しておく必要があるのかなとただ、あのー、微生物がつくことによって分解するというそこのコンセプトは大事ですねというところがいわゆる生分解性プラスチックに求められている機能と。 ということになりますですので、えーまあ、あの回収しなくちゃいけない、まあ、しなくちゃいけないっていうか基本的にはですねできるだけ使わないようにするあるいは使ったとしてもできるだけ排出しないようにする、まあ、排出してしまったものはきちんと回収して循環利用できるというその 3R というのは基本的には大事なんですが、まあ、そのルートをどう考えたって、えー、現実的じゃないような使われ方というのがあるわけであります。 例えば農業用のマルチフィルムこれ使った場合にですねえそれをボロボロになったフィルムを農地から全部回収しなさいって言われてもこれは農家の人はやらないですよね。海洋に出てしまったものを海の底から拾ってきてリサイクルしなさいって言ってもこれも全然現実的な話じゃない。こういうものについては少なくとも生分解性というものの機能に頼らざるを得ないでしょうと。 であれば、まあそういう分野に使うものについては成分解析のプラスティックというもののあの使われ方というのがフォーカスされるだろうということになります。で、バイオ素材のもののプラスティックというのは、まあ CO2 になって、えー、大気中に放出されて、それが植物に吸収されて、もう一回あの循環するということであれば、えー、例えばゴミ袋みたいなのとか、もうどう考えても回収できたとしても。 洗ったたりり選別したりあまり現実的じゃないですしお金がすごいかかるようなもの、まあ、最後焼却というようなあの手法に頼らざるをえないものこういうものについては、まあ、原料がバイオマスであるということが望ましいですよねというようなそういうような位置づけになっているというふうにお考えいただいてよろしいかなというふうに思います。 えまあそういったようなあの位置づけの中でですねそれぞれの,あの利用性というのをここで高めていこうということになるだろうとただそれの前提になるのにはリサイクルというそこがどれだけきちんと我々の社会の中でできるんでしょうかその可能性があるんでしょうかというところについて少しここからあの私が今日話したいと思ったところにつなげていきたいなというふうに思っております。 でまあ、あの先ほどあの山本先生からあいろんな研究ではあの分化して出てきたものを含めてとんでもない数ありますよというふうにありましたけど化学物質ありますよとありましたがえ現実的にです、ね、今あ使っているプラスチックというものについてはプラスチックの種類であると今ちょっと増えたかもしれません150以上の樹脂があって添加剤が230以上のものがあってでこういうものがさまざまな配合比でさまざまな割合で混ざっていると。まあ ああプラスチックが分解してもこういう添加剤が流出してきますねというのがありますしプラスチックそのものも,そのものも分解しますねということがあるんですが、まあ、こういうものをリサイクルしようとして考えた時にはさまざ、あ、まな技術対応が必要なんだということはなんとなくイメージできるかなというふうに思います。 でまあその一つの手法として、ですねあのケミカルリサイクルというのもあるでしょうと、まああの化学原料に転換するということの是非というのは、いろんなところで議論されているかと思いますが、まあ、プラスチック熱分解して低分子になってしまったもの、これの毒性あるかどうかというようなご質問が先ほどありましたけれども、それはものによりけりと、あと使う量の多少によりけりというところがあろうかと思います。 例えばその油にしましょうといった時の油の主成分になるようなベンゼンというのは油側の方では有用なものとして喜ばれるわけですけれどもただ一方でそれをあの不要に吸ったりとかですね体内に入ることによってがんのリスクが高まるということがあってものによってはそのどういうところで使うのかあのそこによって全然その物質に対する考え方は変わってくるかなというふうに思います。 まあこの時にあのまあ集めたプラスティック化学原料に転換しますよとなった時にはそれを回収するあるいは化学原料に転換する一歩手前の技術というところがいわゆる静脈産業でになっているところさらにはあの原料にした時にそれを上手にこのもう一回製品化にしていくというのがいわゆる動脈側の担うところとまあそこの技術の一つとしてケミカルリサイクルあるいは熱分解というような手法があるということでございます。 で、えー、まあ、これにつきましてはあの実はあのプラスティックのポリエチレンを合成することで非常に有名な触媒を開発されたカミンスキー先生っていうのがいるんですけども実はこの先生は自分で合成する一方でこういうふうにプラスティックをいろんな形でですねあの条件で分解をした時にどういうものが 生成してくるのかというのをリサイクルを想定して、えー、かなり昔に研究をされておりましたあの流動素を使った分解技術ということでやっていたわけですけれどもいわゆるあのプラスチックを作ると同時にリサイクルを想定した分解というところについてもですね、えー、かなり昔からあの捉えされていたというようなことがあります、まあ、ただこの時にはガス成分としてどういうものが出てくるのかあるいは油としてどういうものが出てくるのか 残りカスは何なのかとかですねこういったことをあの評価しておられたということでありますこれ皆さんご存知だと思いますけれども化石資源であるオイルを油を石油をですね取ってきて我々の身近なところまで行く一歩手前のところで生成工程というのがありますトッパーがあってでナフサを作ってあるいは重油を作って軽油を作ってえとガソリンを作ってとかですねまあ作ってというか分けてということなのかもしれませんが。 あのこういういなプロセスが実はあの油からプラスチック作るところままであります、まあ、この中で10%に相当する分のナフサから今プラスチックが作られているということになりますけれどもさまざ、あ、まなその分解の技術があるあるいは生成する技術があるというのであれば、まあ、こういったところにプラスチックの利用性と再利用性というものも踏み込むそういったようなあの。 既存の技術になりうるのではないかというところが一つでありますすで、えー、にこれまでにもですねハイプラスティックを油にしてこれをこの一番最初のトッパーというところに持っていて様々な原料に転換するということは国内では行われてきておりましたけれども今はこれはやっていませんあの物が集まらなくて採算性が合わないということで全部閉じてしまったということになるんですが あのただその中でもですね実際に入ってくるペットであるとか塩ビというのはこの油にするのに非常に大変なのでその対策というのがあのこういうところの中で随分と練られてきたということであります。で、えー、とその中で一つご紹介したいのがですね、えー、とこれ我々の方であの見つけた技術なんですけれども例えばペットというのは分解するとこちらの方にですねあの有機酸 があの生成してまいります。で、この有機酸というのが厄介で、金属を腐食するとか。 あるいはあの機体から一気に固体になってしまうので液体を通らずに固体になってしまうので配管の中を詰めてしまうとかですねそういったものがあると、まあ、これはあの原料としては有用なんだけどもプロセスとしては不要なものでと、まあ、これは一つ先ほどの使われ方によってあの是か非かというような物質になるわけですけどもこういう非常に厄介な余計なものが出てまいります。ここれれはは油を作るとににに本当に邪魔ななのでこれ出いいようにしたいと まあまあペットが入ってくるとこれがすごい出てくるので困ったねという話にはなったんですが実はこのカルシウムを使ってペットとカルシウム系のものを一緒に分解してやるとここだけ残ってくるんですね。 これ何かっていうとベンゼンなんですねこれは油としては非常に喜ばれるものなんですねだからペットは油にならないよと言ってたんですけどもこういうふうに油の主成分になることができるということになりますただこれはケミカルメーカーにとっては嬉しいんですけれどもこれが大気中に放出されたとたん発汗物質だとかですねちょっと厄介なものになってくるかなとそうするとやっぱりこれをどうやって管理していくのかというところなのでちゃんと管理できるプロセスの中で使い回しができるように こういう技術を導入していかなければいけないということになろうかというふうに思います。まあこういうようなあのことがあって、まあペットもちゃんと油にできますよというようなことで、えっ、ー、と技術的にはあのこういうところにあの活かされることができたということになります。で、プラスチックの製品という中にもあの例えばエクセンフィルムというのがあります。まあこれほとんどもう使わなくなったんですが、ここでの考え方は。 プラスチックをベースにしたものにいろんな機能の材料特にむき毛の材料が混合されていたものあるいは塗布されていたものこれをどうやってきちんとリサイクルできるようにしますかという観点で見て頂ければというふうに思いますがえペットの部分を先ほど言ったようにちゃんと油の主原料にしてやるとその残った残砂物これをきちんとリサイクルできるようにするためにはどうするかという話になります。まあ、あのここで示されるように ほとんどが、あ,あの入っている金属が、あの綺麗に回収できるということになります。そうすると、プラスチックがなくなって金属分だけが集まったということであれば、これは既存の精錬プロセスに持っていけばいいということになるわけですね。そうすると、既存の精錬プロセスの方との連携というのが必要になってくるということになります。例えばですけども、先ほどのプリペイドカード、これえっ、ー、と油にした後の残りカスがこんなものであります。 これを既存の精錬プロセスで酸化チタンとか作るようなプロセスに持っていくとちゃんとこういうふうに酸化チタンとして原料が回収できるということになりますので、まあ、既存の技術を上手に使いながらあのリサイクルというものを既存の施設あるいはあの動脈側の技術でもってちゃんと社会に投入できるようになってくるということになります。これも同じような話で パウチフィルムというのがこれどうやってリサイクルするんですかってなるんですけどもここにはケミカル的なな力が結構役立つとということになるわけでありますえとまあちょっとこれではありませんけれども例えばこういったようなえー違う素材のプラスチックが積層されたものこれはあのペットの部分だけを化学原料に転換してやるあるいはモノマに戻してやると。 ただし塩ビの部分は分解しないような条件設定をしてやるとペットと塩ビというものが積層されているものが非常にきれいに分かれるという手法であります。まあ、こういう手法を使いながらケミカルセパレーションということでさまざまな複合材料もリサイクルに持っていくことはできるでしょうということになるわけです。これちょっと先ほど説明しましたので飛ばしますかあ飛ばさない方がいいかな。 でえー、とさっきあのここに突破に入れると油が突破に入れてということがありましたけども他の設備を使ってもどうでしょうかということで例えばこのディレイド効果といううものを使えないいいかということこでありますいわゆる油を取った後あの絞りかすをプラスチックと一緒にもう一回熱分解をかけてやると,ということになるわけでここに、えー、と運転の状況をコントロールするとですね えとさらに16%の,あの形質成分を取り出すことととがができるいいうここ見えてまいりまりした、まあ、まあこれまで一生懸命頑張ってたんだけどもリサイクルというのを想定しながら条件をちょっといじくってやるともっと原料が取り出せますよという話になりますので、まあ、そういう意味ではあの化石資源の有効な使い方の一つになるかなというふうに思っております。 それと今あの他のプロジェクトで動,かしあの動いているものでありますけれども従来のゴミ処理であったこういうようなガス化用油とかですねあのガス化プロセスというのがありますいわゆるゴミ焼焼きでです。す。却設備でありますでこれを例えば建設系の廃棄物木材も含まれておりますからこういうものをガス化をして、えー、ケミカルメーカーが強みとしている一つの例えばこれをアルコールに転換するようなことと。 いうことでえー、と、プラスティック燃やすしかなかったものというものあるいは他のゴミと一緒に燃えて CO2 になってしまうものこれをもう一度化学原料に戻していきましょうということになるわけですゴミ焼きするところではケミカル原料なんかには戻すことは絶対できませんのでそういう意味ではこの高段のところでケミカルメーカーがきちんと構えることによって えー、プラスチックあるいは炭素の循環ということが成り立っていくということがありますのであの産業間のの連携とといいうのがどううどしててても必要ににななってくるかなというふうに見ておりますまたあのダイオキシン云んであで塩ビ塩素のハロゲンというのは非常に嫌われていたわけですけれども実はこれもあの非常に大事なポイントでありまして、えー、と塩ビというのは火星ソーダを作る時に出てくる余り物をも お行き先としして塩ビとというものがありましたところが今は塩ビの方の需要が高くてですね、えー、火星相談の方があの余ってしまうという状況になっていると、まあ、これは世界でどういうふうにそのインバランスを調整するのかというのは大変なわけですけれども、まあ、このインバランスの調整ということも含めてなんですが。 出てきた塩ビこれ燃やすと塩化水素が出てきてしまうので埋め立てるしかないですねっていう状況になります誰もやっぱり扱扱いいいにくいあの扱うことが難しいんですね。そうするとあの塩素の行った先邪魔だよと言って、えー、と塩素以外のところを欲しがって塩素だけいらないよってなるとそれを今度引き受けた側もやっぱり塩素いらないよって話になるので結局踏ん詰まりの状態が生じてしまう。であるんだったらその塩素をきちんと大元の上流の産業の方で使えるようにしましょうと。 とといい、いうよううよな、ななごめんなさいプロセスが必要になってくるということでありますえす、ー。基本的にはですねあのプラスチックが塩素が入っていること混ざっていることくっついていることによって循環性が担保できないのであれば塩素をきちんと産業界の中で循環させることによって炭素の循環性というのも 加速させましょうというようなことが必要になってくるとそのためにはこの塩素の循環というようなことも必要だかなと水素についてこれ皆さんやるんですよね。水素は非常に重要だとかあるいはそこからアンモニアを作るとってなってくると水素のところはあのカウントするんですけれどもそれ以外のものがプラスチックとしてはあるいは産業としては必要だったんだけれども一旦それが廃棄された途端に必要じゃなくなったということで。 大元のところの生産性というのを縮小しないといけないとか、あるいはそこに制限がかかってくるというような状況が起こってくるとであるんだったらちゃんとここを循環させましょうというようなことを考えないといけないということであります。技術的な内容は少し省きますが、あの例えば湿式分解であるとかあるいは熱分解をかけてですね、えっ、ー、と塩ビの中から塩素を取ることはちゃんとできます。えっ、ー、と。 で取った後、じゃそれをどういう,うにするのかっていうと上流に戻すのであればもう一回食塩にしないとこれはあの食塩電化に持っていけないということになりますので、えー、そういったような処理した廃液の中からちゃんとこういうふうに NaCl として回収することで上流に持っていくことができるんだということであります。またというかあの塩にしないまでも水溶液を作れば あ食塩の水溶液を作れば食塩電解使えますのでそういうこともできないかということでちょっと電気的には非常にあのコストがかかるんですけども、まあ、できなくはないと98%ぐらい食塩水として回すことができるというような技術も出来上がってきております。 えーまあ、LCA 的にです、ね、これがどのくらい効果があるんですかというようなことも少し見積もってみたということになると例えばさっき言ったようなあのおことを考えるとソーダ工業で生産される塩素の8.5%を廃棄物の塩ビの中から賄うことができますしあるいは PVC 製造に投入される塩素の実に23%分というのをです、ね、あの廃棄されたのようなの あの塩ビの処理から回すことができるということはかなりその産業界にとっても大きなインパクトがあるような数字になっているかというふうに思います。またあの出てきた塩化水素これ実はあの重金属の処理に使えないかというようなことで例えばですね食塩あごめんなさいあのえー、とテレビのブラウン管のパネルの中に鉛が入っているんですね。 でこれもう一回使おうとすると溶質基準とかあるいは鉛のコンテンツで制限がかけられるので水平リサイクルするためには鉛を取らないといけないと。でその時にあの塩,ビからで塩ビから出てくる塩化水素を一度あのカルシウムでキャプチャーしておいてこれと一緒に分解させることによって実にガラスの中から。 鉛を九十九点九パーセント取り除くことができるという,ような手法も出来上がっているということであります。でまた、これはちょっと違うんですけれども、塩素が邪魔なんだけれども。と、実はこの塩素の一部を。ほんのちょっと違う官能基に変えてやるとですね。こういったような機能が出る塩ビ素材が作れるということになるわけですね。えー、例えば、あの。 チオシアン酸という成分でありますけれどもこれはわさびとかからしの成分なんですが塩ビの中の塩素のほんの数パーセントを加えるとですねこういうふうにまですので回収されたいらなくなった塩ビ管の中の内側をこういう加工をしてやるとかですねあるいはあの 床材とか壁材とかこういうところにですねこういったような機能をちょっとくっつけてやるとまあ塩ビの塩素が90何というオーダーで残っているのでまあ,まあ塩ビの機能は保持されたままプラスアルファの機能をつけるということで例えば余計な過素剤を使わないようにするとかですねそういったようなあの対策というのも実はこういうものにできるようになるということであります。いいずれにしましまててもいくつかかの,の転がっるる技術であるとか ちょっっと他で使ってた技術、こういうものを導入することによってですね今まで使えなかったものというのをきちんと使えるように価値あるものにできるとそういうような同情脈連携というのは今後はどうしても必要になってくるかなと結果的にそれが非常に価値のあるものだということで皆さんがきちんと集めるようなことになってくれば少なくとも海洋に無駄に流出するような。 プラスチックの量というものを圧倒的に減らせるというようなことは期待したいなというふうに思っております。すみません、ちょっと時間、あの、ちょうどぐらいだったのか、ちょっと長かったわかりませんが、以上で、あの、私の今日の発表にしたいと思います。どうもありがとうございます。はい、吉岡先生、ありがとうございました。お時間はなんと、あの、十分ございます。うですかはい、ということですけれども。 ご感想ご質問等お,おありの方はいらっしゃいますでしょうかちょっとあの私の方からも、えー、とメモしていたところがあるんですけれどもあのー。 まず個人的なあの所感といたしましてそのバイオマスとか生分解性って一般になんとなくこう地球に優しいものみたいな形でこう一緒くたにされがちなのかなとあの言われてみれば思っていまして。で私自身もあのこう 非食用米を使ったこう歯ブラシですとかそういうものをあの使っていたりとかもするんですけれども一方でこうあのリサイクルを前提としたお洋服とかで「あこれはリサイクルできます」とか書いてあるのにあの買った時点で満足しちゃって普通に捨てちゃうとか <laughs> なんかそういったことをしてしまいがちでまあもちろんその前提としてそういったあのサイクルに即したもの として基本的に販売されているかとは思うんですけれども一方でその消費者の側がそういったサイクルとかこういったサイクルに乗るとあの本来の機能を果たせるんだなとかっていうことがあの理解しておくこともあの重要なのかなというふうに感じましたはいであのこちらはあの感想 <laughs> なんですけれども <laughs>、はい、えっと質問といたしましてはあのスライドの中で塩素循環っていうのが、はい、え出てきたと思いますけれどもいわゆるこう 水素社会の実現とかですね炭素循環とかっていうところにあの比較しますとこうあまりこう一般に耳なじみがないような気がいたしましてそういったその塩素循環というようなところっていうのはあの比較的その学術的にはこう盛んにこう研究されたり議論されているところなんでしょうかいやここここはほんのここ 1, 2年 2年ぐらいで出てきたあのコンセプトかなと思ってますわ私はこの演素循環の話はもうあの20年以上前から <laughs> 言ってるんですがあのやはりあのこのーサーキュラーエコノミーでっていうところからですねあのプラスチックをどういうふうに循環利用するんですかというようなところで、えー、やっぱり足かせになってるというような話があって。 これをちゃんと循環させないと他のものも循環しにくくなってきますねというようなところからあのこういったようなあの動きがですね今欧州の方でも出始めておりますし日本の企業の方でもちょっとあの重い腰を上げ始めたかなというようなそんなイメージかというふうに思います。ただこれはあの他の樹脂の中にも例えば窒素が入ってたり硫黄が入ってたりとかですね そういうふうになってくるとやっぱそういうようなあの他の物質の循環性というものもあるいは管理とととといいいいいう意味かからもちょっと考えないといけないのかなけの思いますただあの全部循環できるかっていうと決してそうではなくてですねあの循環しにくいようなものというか循環しようとしてもマーケットがないものとかっていうのは非常にあるのでやっぱそこについてはこれから考えていかなきゃいけない分野かなと思いますが少なくとも塩素については既にマーケットがちゃんとありますから。 そういう意味ではちゃんと循環性考えないといけないかなというようなことでえっとかなり最近あのこういったあのコンセプトで動き始めたなというのがあのここ12年の状況かなと思います。じゃあこれからますます議論されていくところではあるんですね。ねまあ、その一方であのハロゲン物質ですので、はい <laughs> うん、やっぱりあの非常にあの機械として扱うような領域がありますから、うん。 あ場合によってはあの塩素を逆にもうだったらもう最初から使うなよっていうような話も出てこなくもないかなというふうには思います。ただやっぱり二十年ぐらい前にあのダイオキシンの問題が出た時にですね、はい、あの鉛筆使うなっていう動きが結構世の中でありました。欧州なんかでも非常にありました。ただその一方でこれは他の物質とのあの循環性にも関連している。特に化石燃料ですね。化石燃料作れなくなってしまったら他の産業というか化学 物質というのは何も動かなくなっちゃう部分が相当ありますのでそういう意味ではやっぱり上手に付き合っていくような方向で思いっきりまた元に戻ったというあの状況もありますのであのそこは何でしょうとうん、まく付き合っていくという、うん、その,あのスタンスが必要なんだろうなというふうに思います。ありががとううごございいますえ皆様の方かかからご質問いかがでしょうか ちょっとあの先ほどえっと山本先生からのちょっとパスでというふうにあの受けてお答えいただきましたけれどもあのちょっとあの面白い流れかなと思いましてあのちょっと急ではあるんですけれどもあのご講演いただいた皆様の方からご,ご質問コメントとあったりそれはい例えばあの投げていただいて山本先生いかがでしたでしょうか。 全く準備してなかったんですが <laughs> えっとそうですね。 あの塩素循環はすごい面白いなと思って聞かせていただいたところがあるんですが、まあ、これ塩素循環やることによって、まあ、やっぱトータルで、えー、とインパクトやっぱりライフサイクルアセスメントの話もちょ,ちょっとあったと思うんですけどインパクトもやっぱ考えないといけないですよねでそこのところが多分その、えー、とやっぱり塩素が入ることによって、えー、当然有害物質は一定程度出ることはもうしょうがないとは思うんですがそれによって得られるメリットとなんかそこのところをうまく合わせられればいいなと思ってあの今のスライド見て思,思ったところを聞かせていただいたんです けど、そういう評価っていうのは今されてるんですか。あの少なくともあのこういうこの塩素循環が実現できる化学プロセスの中では化学反応的に見てですね。例えばダイオキシンが出てくるとか、そういうようなことはもうほとんどない。あの k であのこれを実現しようというふうにしております。もちろん、やっぱだからそこ考えないといけないですね。問題はやっぱあのこれをやるために co。2がどのくらいエネルギーがかかるのかというところなんですね。これはでもあの塩素に限らず。 あのバイオの素材を使うというところでも同じようなあの結果が出てて例えばあの成分解析であるとかバイオプラスチックを作るっていって例えばパーム油をいっぱいあの取らないといけないとかそうすると CO2 の問題になってくるとその油を作るための土地改変の話が出てきたりとかですねあるいはその油から原料を作るためのプロセスの度合いによってですねむしろそっちをやった方が C O 2の削減にはならずに、むしろ C O 2がもっと出てしまうんだというようなことをあの報告もあります。で、この報告出しているのはその油を生産するあるいはそれをきちんと仕切っているあの会社が自分のところであのきちんとその評価もされているんですね。なのであの油使ってもあのパーマ油を使ってもらいたいと。 思いながらもただ使い方によってはそういうじあの結果も出ているというのはちゃんとオープンにした上であのそのバイオ系のプラスチックの生産性というのを考えていきましょうというようなことは言っているというのが事実なのでやっぱあの必ずしも100%いいということはならなくて先ほどグレーだって言いましたけどもそのグレーの度合いをどういうふうにちゃんと見ていくのかというところは大事なんだろうなと思います。 ありがとうございます無茶ぶりにお答えいただきましてえ最後にご質問いかがでしょうかよろしいでしょうかはいそれでは、えー、テーマ4、えー、以上で終了とさせていただきますありがとうございましたはいということですべ、えー、てのおご講演が終了いたしました あの私の方は、えー、昨年に引き続きの参加と、あのー、なりましたけれども、えー、お話をお伺いしている中であの昨年のことも振り返りながらではありますけれどもやはりこう新たなこう研究ですとかあの議論トピックっていうところもいろいろお伺いすることができてあの理解が深まったのかなと思いつつあの一方でなかなかこう情報がこう大量にあってあの お家に帰ってゆっくりおさらいをしたいななんていうふうにも考えている中でですねあの冒頭でもお伝えしましたけれども、えー、今回の本シンポジウムが、えー、期間限定で後日 YouTube 配信される予定となっておりますので、えー、皆様もあのちょっと振り返りがてら YouTube の方もぜひご覧いただけましたら幸いです。はい、といととうことで えー、本日、長時間にわたり、えー、ご参加いただきました会場の皆様も本当にありがとうございました。えー、最後に、えー、とご講演いただきました、えー、先生方皆様改めて本日は貴重なご講演ありがとうございました。 えー、それでは以上をもちまして閉会の言葉とさせていただきます、えー、改めまして本日は皆様お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございました